この曲からカットインします。イケてるっていう、はい、DJ の講師をやってます DJ の三崎です。 DJ 業界のボタンプッシャーのヨッシーです。ボタンプッシャーのヨッシー。ボタンプッシャーっていうのはね、ちなみにまあ再生ボタンを押してるとかだけの DJ っていう、クラスとか制限からまあそんな感じかな。まあボタンプッシャーですよ、僕は。今回の企画はヨッシーワイザーが DJ を教わるという。三崎先生にね、そもそもプロデュースとかもね、作曲とかもやってて、しかも現役で DJ もやってて全部やってるんですけど、じゃ何を教わんねんっていうところなんですね。何をやるかっていうと、こうみんな多分 DJ のイメージってこういうね、チューンみたいな、そうイメージがあると思うんですよ。なんかやよくね、みんなやると思うんですけど、まあ今ちょっと技術が発達してね、あんま触らなくても正直 DJ できるような仕組みにはちょっとなってるんですよ、うん、でプレイスタイルによって触らない人もいたりとか、なんか触る人もいたりとかってところで、やっぱ触るってなってくるとやっぱり現場で使えるようになるだけ練習が必要で、使う人と使わない人が多かったんですけど、僕はちょっと使うんですよ。僕は使わないんですよ。使わないで。そう。で、今回それを使えるように教えたらどうなるんだ企画。そうだね。やっていきたいと思います。天下取れるんじゃない？ちょっと意味がわかんないけど、やるメリットですよね。それを覚えたメリットは、まずプレイスタイルの幅が広がります。使えなかった曲が使えるようになります。はい、まあ、この二つぐらいかな。まあ、単純に上手いって言われやすい。ああ、そうですね。やっぱスクラッチ上手な DJ さんの方が後輩から憧れられやすい。派手なプレイができるっていうんですかね。うん。まあこの3つがメリットとしてはあるかな。で、まあデメリットとしてはまあ使いすぎるとちょっとまあ良くなかったりする部分もあるんですけど、まあ一概にはなんと言えないですけど、はい。使える方が絶対いいんで、今回はそれをちょっとやっていきたいなと。これは何回かやっていくんですか？これはでもやっていこう。これがこう、レッドブルーの大会で優勝するまで。それも俺と一緒に成長するな。ああ、そういうことですね。うん、日々の成長記録でどれだけスキルが上達していくのかっていうのを一緒にやっていくっていう感じです。そうですね、はい、っていう企画なんで、それじゃあ言いましょう、はい、レッツゴーということで、はい、今から練習をしていきたいんですけど、さっき言ってたボタンプッシャーのことだけ説明しますか？そうだね。どういうことかっていうと、こうやってこう押したらスタートするんですよね。で止めたりとか、でこっちも例えば何かかける時も、うん、押したらこう流れるんで、ここをタイミング合わせてこう押すだけ。うん。さっき言ってた、こう、今回教えるのは、こういう、こういう、あれね。チャカ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 弾いてるやつね。これを実際に使えるようになろうっていう。先生、お願いします。はい。じゃあ練習してみましょう。ということで、今回ちょっとこう線邪魔やね。すごい線邪魔ですね、これ。まあ、これな、俺がちょっと上手なったら、やっぱこう、三つ秋先生は、こう、やっぱりこう、講師として、いけてるっていう、証明にもなるからね。うん。今サナダムシみたいになってんな。じゃあ、うん、今回ちょっとじゃあ曲を使っていきたいんですけれども、はい、今回はユースレスの曲ですかね。そう、のリミックスですね。オークディスウェイアカペラ入ってる。こうですね、うん、まあこういうやつね。この曲を使っていきたいなと思います、はい、で、これスクラッチって言うんですけど、うん、こういうバトル DJ とかって、このフェーダーを切ってなんかこう、音鳴らすんですよ。こんな感じで、うん。で、僕はそのスクラッチの技っていうのも全然できないんですけど。マジで？俺もレッドブルの大会出ようと思った。この技的なものはね、うん、そのスクラッチ専用の DJ スクールとかあるぐらいなんで、なかなか難しい。あ、そんなんあるんや。ありがとうございます。なんとかさんとか。なんとかさんとか、そういう人がね、いっぱいいらっしゃるんですけど、その人たちがスクールでやられて教えるぐらいなんで、はい、僕も習いたいなと、ひそかに思ってます。で、僕が今回何を教えるかっていうのは、カットインって呼ばれるやつで、急にバッて曲を切り替えるやり方なんですよね。うん、スクラッチでこの音を鳴らして演奏するみたいなじゃなくて、うん、曲を変えるときに使う技なんですよ、はい。はい。ちょっと早速始めていきたいんですけど、カットインって呼ばれるこの技は、大事な部分が一つあって、はい、どっから入れるかっていうのが非常に重要で、はいはいはい。ってあるじゃないですか、うん、こっから別に入れてもここってそう、こっから入れてもいいんですけど、うん、これって小説の頭じゃないですか、うん、まあ頭から入れてもいいんですけど、うん、まあなるべくこの一拍前、あ、なるほどね、とか二拍前とかの方がこうスムーズに変えれるような感じはあります。あ、なるほど。別にこっから入れていいんですけど、うん、こう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 、こ
トゥットゥ、はいはい、ここがまあ使いやすいかなって。なるほどね。個人的には思ってます、うん、なんか105の同じ BPM の曲選んでもらっていいですか。105に上げてもいい。俺シャイガイ好きやからシャイガイにするわ。じゃあこの曲からカットインします。ちょっと早かったです。パクハンデですか。